京国皇天は、幕末の大名、明治時代の家族。佐抜田土津藩の第六代の藩主。多土津藩京国家六代。京国高田だからの次男として、江戸にて誕生。母は、伊勢谷官兵衛の娘。署名は皇徳。安政4年4月6日に叔父である、皇卓の養子氏となる。安政5年12月に意味なを皇天と改め。 翌年3月11日の光沢の隠居により後を継いだ。万円元年5月に参勤交代で、江戸に赴き、従五位した、意守るに除任される。源氏元年11月、江戸より多度津に帰る途上、公明天皇に配越し天敗を賜り、12月26日まで、京都御所費の御門経営への警備を命ぜられる。慶応四年の蕎麦、伏見の戦いでは、官軍として戦う。 1>, 1月19日、本藩丸亀藩、土佐藩と共に高松藩を攻める。この時は、大目付、服部木之助を総督に、先進隊の兵士50人を従軍させたが、高松藩は間もなく降参したので、1月21日に兵衛を、返した。伏見取締りを命ぜられ、伏見街道及び戸場口の警備をする。明治4年正月に、他の藩より先に、 海藩の憲白書を明治政府に提出し、2月5日に廃藩を入れられ、藩は倉敷県に合併となり、藩知事を面官となる。4月8日に火災をまとめて、東京に無血船温泉号で出港するが、18日に遠州習灘沖で難破し、火災や藩の記録はすべて沈んでしまった。明治5年8月15日、隠居し、養子、ことぶき基地に家督を譲る。 明治7年10月2日、ことぶき基地の隠居により、再び家徳を相続する。なお、明治6年に、実施の高備えが生まれており、明治8年に、ことぶき基地を離縁した。明治17年に死者区に除される。明治23年、貴族院が設置され貴族院議員となる。明治39年正月10日、71歳で死去し、高備えが家徳を継ぐ。 ありがとうございます。